こんにちは、今回は前科式パート3ですね。パート3、第3弾ということで、まず第1弾では教科書に出てくる4つのタイプを、まあ、完璧に覚えようねって話をしましたね。で、前回の第2弾では、またそれ一歩上の段階の、ね、ちょっと知っておくとやっぱり便利なんじゃないかなっていうやつね。まあ、知らなくてもだいたいヒントが与えられるからそれに従ってやればいいんですけど、まあ知っておいて損はないという話を前回やったわけです。で、今回はこれおなじみのやつですよね。おなじみの隣接参考、隣り合わせのこの 連続参考というのかな、隣接する参考間の前科式です、ね、これももう解き方は大抵みんな知ってるんですよ、ね。なぜそうなるかが分かっている人は少ないかもしれません、ね、そういったことも含めて、例題と、まあ、ちょっとこのなぜまあそういうふうな変形ができるのかって話についてから、まあ、その辺から始めてみましょうね。さあ、これ方法、結局解き方としては PX2 乗プラス QX プラス R イコール0、ね、二次方程式 X イコール α β、ね、そのアルファベータを使って、A の N プラス2マイナスアルファ A の N プラス1でベータ、こんな形をね、こういう風に変形するんだよって、まあ覚えてるでしょちょっと前科式を練習してる人はもうこんなん普通に覚えてるはずです。でもね、なんでこんな二次方程式が登場するのかと言われたら、ちょっとね、って首かしげる人もかなりいるはずです、ね。まあ、今日はそのあたりから話をしていきたいと思います。まあ、二次方程式を作る、その解を用いて、ね、アルファベータ2つの解を用いて、こういうふうに片方アルファ、もう片方がベータ、ね、これを使って変形する、ね、という話です。さあ、ではここからいきましょう。さあ、要するにね、これが目標なんですよ。目標とする形。さあ、まず目標の設定ですね。変形の目標。変形の目標を設定します。その目標の設定の仕方なんですけど、隣接する、まあ、3つの場合。この左の2つと右側のこの2つ、左2つ、そして右2つっていう、こういう形で、あの目標とする式は、A の N プラス1と AN を使った式、そして A の N プラス2と A の N プラス1を使った式、ね、この隣同士の式ね。で、この隣同士の関係を表す式と、ね、これがまあ等比数列の形、あ、ちょっとこの R と同じものになったらまずいかな、どうしようかな、まあ何でもいいんだけども、まあ、P にしようか、ね、あ、P もまずいか、ね、まあ、K にしようか、ね、何でもいいんですけど、まあ、あの、これ、この隣、まあ、要するに前2つと後の2つ、この2つを、まあ、組み合わせた式と、この式がうまい具合に K 倍っていうふうな、公比 K ということで、式変形ができればいいよねっていう、そういうお話なんですよ。で、もちろんここの形の式とこの形がね、同じ形でないとダメですよ。同じ形で、しかも、1つずれてる形、それを目標とするわけです。その目標ということで設定するのがこれ、まさにさっきのこれね、これを目標とするわけです、ね、定めると、値を定める、こんなことやるんですよね。だから、AN と A
の n プラス1を使った式と一つずれた形、ね、こういう2つの式を等比数列の関係で結びつけたいと、こういう目標を持って、そしてまあ具体的に、ちょっと具体的にといってもね、全然分かってないわけですよ、ね、なぜ引き算にするかっていうのは、それはもうやる側の証明というか変形する時の都合で、ね、プラスではなくマイナスにしとく方が都合がいいだけの話です、ね、はい、いいでしょうか。これ変形するためのアルファベータの値を定めてやります。で、前回もね、同じことやってるんですけど、まあ、整理しましょう、ね、展開して整理してみましょう。整理してみるよ。もうあっという間ですよ。はい、これ展開して整理すると、まず a の n プラス2、ね、マイナスアルファ a の n プラス1、これベータ、これがあるからね、移行してくるとこうなります。で、そしてアルファベータ、マイナスアルファベータのこいつが移行したらプラスアルファベータ an という形の、こういう整理の式ができますと、ね、さあこれと比べてみてください。こんな式できますね。あ、これプラスでいいか、ね、AB の R、 こうです、ね、元々の前化式、それを P で割って頭の係数を揃えます、ね、そうすると係数比べたら、はい、アルファプラスベータイコール、符号違いますね、符号が違うからマイナス P 分の Q で、そしてアルファベータ、これ全く符号も同じことで、アルファベータイコールということですよ、ね、よいしょ、うん、さあこれなんか見覚えあるでしょ、ね、これ見覚えあるんですよ。だからこの変形のためのアルファベータの値を定めようと思った、ね、そして、まあ、とりあえず比べてみた、式を比べてみると、なんとアルファプラスベータとアルファベータがこういう分数で表すことができるって、なんだこりゃ、解と係数の関係じゃないかって。ね、解と係数の関係なんですよ、結局。つまり、これは、アルファとベータの値が、アルファベータがでいいか、が、二次方程式。さあ、アルファプラスベータがマイナス P 分の Q ということは PX2 乗プラス QX で、最初と最後にアルファベータが P 分の R ということは、R、ね、これの、ね、でしょ、この二次方程式の解、アルファプラスベータは解と係数の関係でマイナス P 分の Q です、ね、アルファベータは P 分の R です。だからこの2つの式が意味している、意味することは何かというと、アルファとベータが二次方程式 PX2 乗プラス QX プラス R イコール0の解であることを表してやる。示していると。ね。はい。だからこの方程式を解くんです。まあこれがね、うまい具合に PQR がこの PQR とぴったり一致しているところが素晴らしいところ。ねえ、すごいよね、これね。いいですか。さあ、それからもう一つなんですけど、ちょっとこの式とこの式同じなんですよね。この式とこの式は。ね、だから、これはこういうふうに逆にこっからこっちに変形することもできるんですけど、まあ具体的にやってみましょうか。問題の方、具体的にちょっと。ね、なぜあんな二次方程式が突然登場したんだろうっていうふうにずっと今まで疑問に思ってきた人、ね、今ここで解決したはずです。解と係数の関係からそんなことが分かったんだと、ね、で例えばよいしょ、A1 イコール、1、 A2 イコール3、
はい、こういう前科式。あの隣接三角関の前科式というのは、これ例えば A1 と A2、ね、A1 と A2 がここに出てきてるから、その A1 と A2 を代入すれば A3 が分かる、ね、前の2つが分かれば次の項を計算することができる、そういう形の前科式なんです、ね、さあこれを解くために何をするかというと、二次方程式、この二次方程式係数そのまま、これを取っといていいかな。で、まあ因数分解 x、x マイナス2、こっちがプラスかな。1とマイナス2です。ね。よってこの前科式丸1としておきましょうか。丸1はいきますよ。さっきの。A の N プラス2マイナスアルファ、あ、アルファベータでいこうかな。このままアルファベータマイナスアルファ A の N プラス1イコールベータ数を書きます、ね、アルファが1ならベータはマイナス2と。で、そしてもういちいちね、この式はこんなここを見ながら、ここを見ながら1個ずらせばいいですからね。 N プラス2を N プラス1で、こっちも AN、 いいですか。あのね、これね、一度展開してみてごらん。展開。マイナス 2AN プラス1。これ移行すると、プラス A の N プラス1になるよね。マイナス2のこれだから。プラスになる。で、それマイナス2のプラス AN で、これ移行するとマイナス 2AN。だから、この式を単に変形しただけなんですよ。ここ分かっといてよ。ね。新しい式でも何でもないんですよ。この式を変形しただけなんです。ね。さあ、2番にしとこう。で、実は、今、アルファ、ベータと決めましたが、逆もできます。アルファ、こっちをアルファにして、こっちをベータにすると。ね。こっちアルファ、こっちベータでもできます。だから、A の N プラス2マイナスアルファ、つまりマイナス2がついて、今度は、これがベータということ、ここに1がきます。1は、まあ一応書いておこうか。ね。1カッコ。普通書かないですよね、1なんてね。ね、こうやって。で、今度はこっち見ながら書けばいいよ。こっち側見ながらこれと同じ形で1個ずらしたやつ、ね、こんな感じにできるんです、ね、さあ、せっかくアルファベータ出てきたんで、実は逆にしたやつ、入れ替えたやつも書いておくんですよ。こうやって、ね、こうやって、ね、書いておくわけ。つまりどうですか、これこういうことになってんですよ。この形で考えたら、これが、これの次の項がこれです。ね、n プラス1と n なんだけど、1個ずれた形がこれです。それがマイナス2倍という等比数列になったわけです。つまりこれは、ね、はい、どうしようかな。丸2より、一気にいきますよ、一気に。ね、丸2より、数列、この囲んだこの形、a のn プラス1マイナス an は初項、初項はあくまでも1を代入したものが初項だから、 a の2引く a の1かけ項比マイナス2です。 n 引く1、こうやって1番、あ、2番か、2番の式からすぐに1つの式が作れるわけですよ、ね、で、これが、3引く1で2だから、ね、2ですよね。まあ、一応ここでやめとこうか。ねえ。ああ、違った。マイナス2だな。ね、まだもうちょっと変形できるんだけど、一応この、今の段階はここでやめとくよ。ね。さあ、これを、今2番から出てきたから、2ダッシュにしておこう。さあ、続きです。今度は3番を同じようにやってみます。3番。で、まあこれはね、この3番に関しても同じです。この形の新しい数列を考えたときに、これの次の項がこれです。ね。これの次の項がこれ。で、1倍、つまりこれとこれが等しい。まあ、項比が1と考えるのも一つの方法ですね。
公費を一度考えてやるのもいいと思います、ね、3番より今度は A の N プラス1イコールこれねこの数列ねこの数列が、初項はいくらかというと1を代入したものが初項だからこうですね。で、公費1と考えるとこんな感じの式になります。まあ実際はもうこんなにいりませんけど ね。これを公費と考えてあのさっきの等比数列と同じように式を作ればいいんですよ、ね、で、次です。 A の2足す 2A1 A の2が3で、2足す2で5イコール5ですね、イコール5になります。さあ、それで結局3ダッシュ、実はこうやって2通りの式が作れるにもかかわらず片方だけで回答解説をしている問題集が意外と多いです、ね、せっかく2つアルファベータアルファベータで逆も作れるわけだから2つとも使ってください。2つも使ってほしい。で、実はねもう後がすごく簡単なの。引くだけです。この3ダッシュの式から2ダッシュの式を引くんです。はい、当然これは消えます。こいつは消えます。引き算するとね、最初のやつは消えます。で、あれこう引いてやると、3AN だな、ね。3ダッシュから2ダッシュだよ。これ引くんだよ。そうすると、5引く、これ。おっと、うまい具合にこれマイナス2になってくれた。嬉しいね。マイナス2はこっちと合体させよう。足すにしてね。ね、このマイナス2かけマイナス2の n-1 乗で n 乗に1つ合体して増やしてやる。で、それがプラスに変わるからね。はい、出来上がりです。3で割って5プラスマイナス2の n 乗。これがこの数列の、この全化式の表している数列の一般項です、ね、2つ作るんだよ。こうやって2つ作ってその両方を使うというのがもう本当に簡単でもう分かりやすいやり方だと思います、ね、で、実はねこれ気づいてますかね。これ実はこれ解差数列なんですよ。だから他のよくある回答の一つとして解差数列がこうなるんだからということで例のこれ使うんですよね。これ、これ使う。この解差数列の公式。解差数列がこれだよってこと。ね、初項が2で公費がマイナス2の等比数列。ね、そういう感じでこの解差数列の回答に持っていくものが結構あります。結構多いです。ね、結構多いです。でもせっかくだからね、2つとも使えば両方とも式をちょっと変形して2ダッシュと3ダッシュからもう一般項一発で求まると。で、シグマもいらないね。やっぱりこっちの方がやり方としては賢いんじゃないかな。せっかく2つできるんだから ね。はい、ということで今本当に強調しましたけど、せっかく2つできるんだからと言いました。でもね、考えてみるとね、たまたま二次方程式を解いたら解が2つ、いわゆる異なる2つの実数解が存在しただけの話なんですよ。これもし重解になったらどうします？重解になったら、ね、重解になるとちょっと話が変わってきます。ちょっとばかり方針を変えなくちゃいけなくなる。例えばこんな問題、同じように今 A1、初項第2項あんま関係ないんですけど、今度はこうしようか。もう見た瞬間に分かりますね。係数144の形だから、二次方程式 x2-4x+4=0 を解くと、になってしまいます。重解です、ね、
循環になったら2つ作れないよ、ね、1つしか作れないです、ね、よって、前科式つまる1にしようかな。丸1はマイナスの2イコール、ここにもまた2、ね、アルファもベータも両方2です。そういう意味です、ね、重解だからこれ両方同じ数字が入ります。あ、これはもう普通に円か、こんな感じだらけ、こんな感じだから式変形が一通りしかできないんですね。仕方ないですよ、これは。こればっかりはもうね、何をあがいても仕方ないんでね。でもできることはもうさっきと同じですよ、ね、やっていくことはもうこれを一つの数列と考えてやると公比が2の等比数列になることが分かる、ね、一つ隣ね、これの次の項がこれですから、よってはい、これをイコール、あ、マイナス 2m か。でこの塊で一つの数列を作り、考えましたと。でその、この数列に関して言うと、初項は初項1代入さ、ね、これをこっちを見た方がいいかな。1を代入すると A の2引く 2A1、 こんな感じかな。で項比が2です。こんな感じ、ね、であとは3ですよね。3引く2で1だから、まあ、これもこっち書こうかな。こうなったわけですよ、ね、どうです、ここまで合っとったかな。はい、こんな感じになりますね。さあ、この出来上がったこの前科式、はい、見覚えはないですか、見覚えはないですか。これこの形、まあ、ちょっと移行すると分かりやすかったな。こうしようか。移行したらこうなる ね。こんな前科式になります。いいのか。はい、これ両辺をこのパターンです。こういうふうに。はい、これ2は1個消えますね。これは2の n 乗で、あ、 n プラス1乗で割るとこれ4分の1になってくるな、ね、ということは、さあどうですか、これが同じ形ですね。同じ形で、しかも n プラス1、隣同士です。同じ形になって、しかも隣同士を表しているから係数ないんだよ。係数がない、つまり交差4分の1の等差数列になっちゃったわけだ。等差数列の前科式になったわけですね。もうあとはいいでしょうか、ね、等差数列ですよ。これは等差数列なんですよ。そうよって、この2の n 乗分の an イコール初項2分の a1 プラス n-1d、 あ、これはカッコいらんかったかね、カッコいらないね、こうやって n-1d という感じで a11 ですから、まあ書こうか。でこんな感じで、あとは通分して、でこれが、ね、4分の2だからね、 2-1 のプラス1と答えました。よって、あと1行、あと1行が書けない、いつもこんな感じ、ね、もうこの辺消しちゃいますね。ということで結局、A の N 乗イコール2の N 乗をかける、かける4分の n プラス1、つまりこういきましょうか。はい、これ2の2乗です。 n-2 で、これで
してみましょうか、確認してみましょうかっていうのが1の時、ね、こういう時必ずね結果出たら確認してみてください。 N が1の時どうなるかな、ここで計算するとちょっと赤で書こうかな。 2×2 のマイナス1乗、つまり2分の1だから1、あ、初項張ってるぞ。ついでに第2項もやってみようか。2たす1で 3×2 の2引く2で0乗ということは3、あ、合ってるぞ、 A23 だってね。せめてこのくらいの確認はしてみてください ね、 ね、せっかく初項と第2項分かってるから、この出てきた答えがちょうど初項第2項の値とちょうど一致するかどうか、そのくらいの検算は必ずしてみてくださいね。はい、隣接三角関の全化式、なぜ二次方程式が出てくるのか、ね、なんで二次方程式の解を使うんだろう、っていうね、絶対悩んでいる人いると思うんですよ。そこの疑問、今日の動画ですっきり晴れたと思います、ね、解と係数の関係だったんです、ね、だから変形する目標を定める、ね、等比数列になるように目標とする式を作って、それと元の式を比べる、係数を比べる、解と係数の関係になった、だから二次方程式の解を求めればいいという、そういう流れなわけですね。まあもちろん解き方を覚えておいてもらえばそれでもちろん OK なんですけど、さっきの前半やったやつは変形が2通りできましたね。変形が2通りできるときには2通りちゃんとやるんですよ、ね、2通りちゃんと式を変形から導き出しておいて、それをあとは引けばいいだけです。ね、いいですか。一つしか解がない場合、ね、10解になった場合にはまあ仕方ないですよ。これは10解になったら変形は一つしかできないわけだから、ね、でこの式からできることをちゃんとやっといて、でそこから両辺を n プラス1、2の n プラス1乗で割るという、前回のテクニックを使えばいいわけです。分かってもらえたかな、ね、はい。でまあもちろんね、これイコール0とは限りませんよ。イコール0とじゃなくてイコール3とか ね、あるいはここにね、まあ、一応基本これでいいんですけどね、この形がまず分かればいいんですけど、まあ、いろんなものがやっぱあります、実はあるんですけど、まあ、今日のところはそんなものにしときます、ね、はい。それじゃあ、まあ、そういった話も含めてまだいろいろとね、調べてみてください、研究してみてくださいね。YouTube の動画を見るとね、いろんな情報がもう溢れてますから、その中から、まあ、ピックアップしていくのも一つの手かもしれませんね。はい、今日はこんなもんにしましょう。はい、お疲れ様でした。それじゃあまた。